本日学ぶのはトウモロコシのシューマイ。訪れたのは東京清澄白河の中国料理店O2。 食の雑誌ダンチューや料理番組などで中国料理という枠組みにとらわれない個性が光る料理を提案。麻婆茄子にミントを加えて風味豊かに。チンジャオロースはタケノコの代わりにセロリを加えて爽やかに。新進気鋭の料理人としての呼び声高い大津幸太郎シェフ。独創的な食材の組み合わせにより食べた人に驚きと感動を与える唯一無二の料理。その感動を求め連日多くの人が訪れます。中でも人気なのがシューマイ。吹きのとうのシューマイや黒胡椒、レモングラスなど多彩な具材で作るのが大津流。そして今回はお、ふっくら、なんと皮で包まないもち米のシューマイ。いただきます。トウモロコシの食感とか甘みがぐっと強く出るのが気持ちいいですね。これはいいですね。旬のトウモロコシを味わう季節のごちそう。皮で包まない失敗いらずのシューマイを学びます。さらに母が他界するのが早くて小学校5年生の時だったんですよ。まあ、自分のご飯を自分で作ったりとか、卵かけご飯をどうやったら美味しくなるかなっていうことをやってましたね。食材の掛け合わせを楽しむ大津ワールドの原点にも迫ります。修行は発見の連続。思わぬひと手間に感動の日々は続きます。目指すは日本一普通で美味しい食堂を作ること。それでは今日も厨房に入らせていただきます。O2があるのは東京江東区清澄白河駅。清澄白河ってあの古い町で、ね、近くに、ね、清澄庭園というあの、岩崎弥太郎が整備したんです。すごい素敵な庭園もあるし、歴史の史跡、文化的なものもありますし、 5,6 年前からですね、いろんな新しい店ができてたんです。この、ね、風鈴の音色とかもね、なかなか風情あるじゃございませんか。もともとはね、ブルーボトルコーヒーというね、コーヒー屋さんができて、そこからこういろんな新しいお店がね出てきて、昔ながらの味も残ってるし、今の新しい味も本当にね、こう住宅街にね点在してるんですよ。そして今日のお目当ての大津が見えてきました。こちらですね、大津です。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。今日はよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。今日もお願いします。お手柔らかに。清澄白河駅から徒歩4分、大津。スタイリッシュな店内はワイン片手に料理を楽しむ人々で大にぎわい。こちらがオーナーシェフの大津幸太郎さん。実は過去に上野食堂で放送したおうちキャンプ飯で手軽にできる中華のキャンプ飯を教えてくれたシェフ。料理が美味しい。本当にあの繊細な料理作るの本当に美味しい。他の中華と比べると型にはまってる料理が多い中で、ここはすごい独創的な料理がすごい楽しんで嬉しいです。中華とワインってやっぱり普段は合わせる機会ないんですけど、なんか結構この斬新な感じの香りとワインのなんか香りとか味わいとかがすごい合ってて、全部めちゃめちゃ美味しいです。この日は宮城県のワイナリーが作った大津オリジナルワインの試飲会。試飲会に来ていたワイナリーの代表目黒さんに話を聞きました。全然違いますよね。その中華料理っていうもので一くくりでまとめるっていうか、その中国料理のエッセンスを取り入れたやっぱ大津料理でしかないと思うんですよね。そのお料理とワインがいろんなところで共鳴し合ってて、すごくやっぱお客様の満足度は高いかなって思ってます。大津くん、
日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも言ってるんですけど、今日はあの料理を教えていただくんで大津さんでいきますね。はい、わかりました。大津さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ生徒ですね。はい。生徒。そうですね。そんな嬉しそうな顔されるとちょっと怖いんですけど、まあ生徒ですけど、はい、O2 は中国料理だけど、まあ基本的にコースですよね、はい、料理構成は全部で7品ですね。で前菜が3品で、スープ、天津、お魚、お肉っていうようなコースでやっております。はい、失礼します。おお、っていうかもう出てくる前からすっごいいい香りだね。まずいただいたのは前菜のカツオとキャベツのマスタード和え。下のキャベツなんですけれども、昆布みかんですね、こちらを千切りにして、アクセントとして加えてあります。昆布みかん、タイとかでよく使う、ね、カレーとかにも使うような、はい、カツオは角切りに切って、マスタードとセロリとピーナッツオイルで作ったソースで和えてあります。うわ、カツオにもいろんな味が入って、それ香りと旨味が閉じ込められて、昆布みかんがとキャベツが一緒になって、これは楽しいし、口の中がすごいフレッシュになるな。いろんなカツオ料理あるけど、生よりもなんかこうフレッシュさを感じるような、気持ちいいですね、これは。はい、ありがとうございます。おお。続いては魚料理、万願寺唐辛子の海鮮あん詰め。緑の方の万願寺唐辛子にはエビと、ミントを練り込んだあんですね、そちらを入れてます。で赤の方はハモとバジルを入れたあんになります。なるほど、はい、そういうことですね。じゃあちょっと早速いただきますね。こっちがハモですね。あ、万願寺唐辛子の中にこう練った感じで、練り物的な感じで、はい、うまい。ありがとうございます。まず食感と香りがものすごくこう楽しいし、このソースがまたいいですね。発酵したエビ味噌ですね、そちらと梅を使ったソースになってますね、そしてこちらはエビ、こっちの緑の、まあ、エビを煮込んだやつの方が、万願寺唐辛子の青い野菜のこう軽やかなほろ苦さみたいなものとか、エビの軽く凝縮したような旨味が感じられて、これはいいですね。本当にふわっと軽い感じで、雲の上でエビチリ食べてるみたい難しいなちなみに肉料理は牛ほほ肉のトーチー煮込み。柔らかな牛肉にほのかな酸味の効いたソースが絡む一品。そして、はい、ありがとうございます。蓋を開けします、はい、おお、皮の代わりにもち米を使ったシューマイですね。こちらが本日のお目当て、もち米を使った O2 のトウモロコシのシューマイ。そのお味は？中がほらトウモロコシがたっぷり入ってるし、で周りがもち米で。いただきます。うん、もち米の食感がまあしっかりこうくるんだけど、で別に重いわけじゃない、こう軽やかな感じだし、トウモロコシの食感とか甘みがぐっと強く出るのが気持ちいいですね。これはいいですね、美味しい。これはちょっともしかしたらできるかもしれない。あ、多分失敗しないと思うんで大丈夫だと思います。失敗しないんですか？はい、大丈夫だと思います。今まで上野はこの番組でいろいろ失敗してきたけど、これは失敗しないだろう的な目は、はい、失敗する番組なので今回は失敗しないように。ちょっと失敗する番組ってな、その決めつけは何ですか？初心者向きです。もちもちの食感の中にトウモロコシの旨味と甘みが際立つ O2 のトウモロコシのシューマイ。作る上でのポイントは、トウモロコシは炒めて甘みと香ばしさをアップと、皮で包まずもち米で包むの2つです。では、このシューマイは本当に美味しい。毎週食べたい。毎週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 。オッツオラ悟空お邪魔します。よろしくお願いします。それではトウモロコシのシューマイの作り方を教えてください。はい、よろしくお願いします。厳しいです。よろしくお願いします。でも失敗しないって言ったよね。はい
さあ材料、まずトウモロコシをバターと醤油でちょっと炒めます、はい、なるほど。鶏肉ですね、はい、3ミリぐらいのひき肉になってます。こちらを調味料で練っていきます、はい、オイスターソース、お砂糖、塩、胡椒、卵です。玉ねぎはあんまり練りたくないので、片栗粉と玉ねぎを合わせて最後練った鶏肉のあんに、混ぜる、はいはい、そして衣がもち米、こちらです、はい。まずは芯から外したトウモロコシをバターで炒めます。はい、そしたらもう入れちゃっていいですか。入れましょう。はい、入れます。トウモロコシ入ります。はい、入りました、はい、これは全体を、ね、バターをまとませる感じで、はい、中華鍋が苦手な上野さん、今回はこうやってこれを返せばいいね。あー、いっぱい落ちてる。はい、そうしましたら醤油入れます。え、はい、水分を飛ばしていきましょう。水分を飛ばしてトウモロコシは飛ばさないようにしましょう。これ ポップコーン、ポップコーンじゃないですか。飛んでるよ、だいぶ。それはあれですね、鍋の技術ですね。あれ、なんでこんなに飛ぶんだろう。これで醤油の水分を飛ばす。はい、どうすればいいんですか。どうぞ。ね、はい、 OK です。ほら、OK、ちゃんとトウモロコシはあんに加える前にバターと醤油で炒めることで香ばしい風味に。うまそう、これ。もう今日これで完成でいいんじゃん。もうこれ、もち米こうやって上からかけていただいて、これをそれで丸める、お団子のように。なるほど。続いてシューマイのあんを作ります。まずそちらの、はい、鶏肉全部入れちゃってください。はい、鶏肉、はい、そしてお砂糖とお塩、はい、これも全部でいいですか。入れてください。はい、全部入れます。まずやってください。いいですか。はい、なじませてください、はい、ガンガンいっちゃってください。ガンガンいっちゃっていいですか、はい、しっかり。まあ一回これ全部がなじんだら、はい、そしたら残りの材料入れましょう、はい、全卵、はい、1個です。はい、胡椒もちょっと粗挽きな。はい、先生申し訳ないです。もうここからもう本当にハンバーグ麺と一緒でしっかりと丁寧に大胆に、早く丁寧に大胆に、そのこの勢いを、まあ、しばらく1分ぐらい、この勢いを、はい、もう1分経ちました。いや、経ってないですよ。こんな、なんでこんなに肩が痛くなるまでしっかりやるんですか。なじませることによってふっくらとしたふっくらとシューマイ、あとほらさっき全こう重いぐらいのこういい感じですね。すごいこう粘り気というかこのまとまり感がすごい重い。いい感じですね。先ほど炒めたトウモロコシ入れます、はいはい、うわ、うまそう。はい、じゃあもう一回混ぜてください、はい、うわ、もう濃い、すごいいい香り。そうしましたら、はい、こちらの玉ねぎに片栗粉を入れます。これは刻んだ玉ねぎを片栗粉でコーティングするような感じですか。そうですね、玉ねぎの水分が出ないのと、あと鶏肉をまとめる役割ですね。なるほど。まあこのまま入れちゃうと玉ねぎがの水分が出てビチャッとした感じになっちゃう。そうです。今度は全体がこれは馴染む程度で大丈夫です。混ざる程度、はい、じゃあこれ軽く全体混ぜ合わせる、はい、いい感じ、 OK です。できましたと。これはそのまま丸めちゃっていいんですか。握りづらいので3時間ぐらい冷蔵庫で寝かせていただきたい。それでは冷蔵庫で寝かせている間に、その店に歴史あり大通物語。江東区深川で生まれた大津光太郎さん、野球少年で中学高校は野球に打ち込み、将来の夢はプロ野球選手。しかし中学校ぐらいでもうプロになる人って違うなって思ったんですよね、うん、
その時にやっぱり料理をやっていこうかなと。中学生の時に。はい、思いましたね。中学生の頃から料理人を目指したという大津さん。それには人生を揺るがす出来事が。実は母が他界するのが早くて、小学校5年生の時だったんですよ。その時にやっぱり父親がまだ40代の働き盛りの時で、やっぱり家にいないことが多かったので、まあ、自分のご飯を自分で作ったりとかして、どうしたら美味しくなるのかなっていうことを考えてやるのが好きだった。その頃何作ってたんですか、小学生の。一番最初は、卵かけご飯をどうやったら美味しくなるかなっていうことをやってましたね。もうどうやって醤油かけたらいいかとか。そうですね、プラスの調味料で何にする。卵かけご飯に何を足したら美味しくなるのか。バター、まあまあかな。鰹節、意外といける。唐辛子、美味しい。唐辛子をかけたらちょっと美味しくなると。やっぱり今考えると、やっぱ旨味が、成分があるじゃないですか。もう小学生のくせに。くせになんかそういうのをナチュラルにやってた。じゃあもともとなんかこう、まあ、料理になるというも、料理作るということに対しても本当にこう、まあ、必要に迫られたかもしれないけど、もうそこにこうずっと子供の頃から思いというか考えがずっとそこにあったってことです。そうですね、はい、でもどうなんですか、料理になるっていうことに関してお父さんとかどういう反応というか。自分がやりたいことであれば別に好きなようにやれと応援してくれましたね。うん、多分ね、お父さんも子供の頃から料理作ってるの知ってたから、ね、進むべきいい道なんじゃないかという感じだったんでしょうね。はい、でも本当に応援してもらえてありがたいですね。高校卒業後、調理学校に入学した大津さん。そこで運命的な出会いが。僕最初西洋料理志望だったんですよ、うん、学校で課題というか自分で自由に料理作っていいよっていう、うんうん、その作品展みたいなのがあったんですね、うん、その時にたまたま見た本が、僕の師匠の脇屋さんの本だったんですよ、はいはい、中国料理でもこんな西洋料理のようなお皿の盛り方とか、うんうんうん、コースの出し方とか、うん、そういうものがあるんだっていうのを知って、うん、でそれで、まあ、先生にお願いしてここで働かせてほしいと。なるほど。で紹介していただいた感じです。日本の中国料理界を牽引する脇屋雄二シェフの下で15年間腕を磨き、2018年生まれ育った地元で O2 を開店しました。大津さんの料理って本当に、まあ、もちろん中国料理ベースだけど、いろんなものを取り入れるじゃないですか。料理人である以上、やっぱりずっと同じ料理じゃなくて、やっぱり新しいものをどん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 生み出していきたいなと思うので、うん、やっぱりそれも継続しつつ、うん、やっぱりお客さんへの気配りっていうものを、うん、脇屋さんすごくやっぱりしてたなっていうのは、うん、まあ、それがやっぱり今自分でこういうオープンキッチンのお店でやってる時にすごく生かされてる、うん、僕の中ではやっぱりレストランというものは美味しくて当たり前であって、うん、そうじゃなくてまたプラスでないとやっぱりお客様っていらっしゃってくれないと思うんですね、うん、だから僕はお客様から美味しかったよって言われるよりも、うん、今日楽しかったって言われるようなことを目指して、うん、まあ、営業しております。新たな中国料理に挑みつつ、お客さんをしっかりもてなす大津さんの探求はこれからも続きます。じゃあこれを丸めてもち米をつけてセルビで蒸すってことですね。はい、こちらは30分浸水をさせて、でザルで切ったものを1回バットに広げて乾燥させてます。もう1回。それはなんでなんですか。濡れたままだとくっつかないです。で1回乾燥させるという、ね、あ、そうか、濡れたままだとくっつかない。くっつかないです、はい、1個だいたい、30g ぐらいなので、このぐらいですね。このぐらい、このぐらい、はい。で、今回このまま、あ、もう丸めるんじゃなくてもうそこに置いて、はい、置いてあげます。じゃあ僕は2個ぐらい、はい。でも失敗しないって言ったんですけど、普通のシューマイだとこうやって握って形を成形してって言うんですけど、ね、もうこれもち米こうやって上からかけていただいて、これを、あ、それで丸める、お団子のように。なるほど。これであと蒸すだけです。これは丸めやすい。誰でもできますよね。
何のプレッシャーこのぐらいですかね。はい、そのも大丈夫だと思います、はい、でポンと置いて、これは確かにやりやすいし手もこんなに汚れないし、ちょっと多いかな。はい、それでこれを、はい、まず上に上にザラザラっとかけて、それでこう丸く、あんまりこうギュッとしすぎない方がいいってことですかね。あ、大丈夫です、ギュッとしちゃっても。本当だ、ギュッとしても中がこう本当にふわっとしてるから、こんなに、こういうことですね。はい、はい、だからここに置くときは、ね、このぐらいこう形が崩れてて も、はい、ここでこう丸めていくからなんとかなるというか、まとまっちゃう。ちょっと大きかったな。まあでもこういうことですよね。はい、そうです、はい、じゃあこれはあとは蒸すだけと。はい、じゃあいいですか、はい、せーの、はい、はい、これで どのぐらい蒸すんですか。はい、これで15分蒸していきます。はい、15分もお楽しみに。さあ15分経ちました。いいですかね。はい、どうぞ。気をつけてください、やけどしないでください。はい、いきます、せーの、じゃーん。お、ふっくらできました。トウモロコシのシューマイ完成です。おっしゃる通り、失敗ほぼなし。トウモロコシがちょっと外に出ていったぐらいです。ちょっと元気なトウモロコシがちょっと飛び出てしまいました、はい、食べてみていただいて、はい、でもいい香り、美味しそう。美味しいです。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですか。うん、鶏肉でなるのいいですね。まあもちろん豚肉も美味しいですけど、あっさりめの肉感があることによってトウモロコシの甘みも足すし、確かに丸めるのも含めてこれはいいですね。本当になんかこうやりやすいというか、こう味をまとめやすいという、はい、これはもうぜひ皆さんも作ってみてください。これでおしゅうまい。この後はちゃちゃっと一品、簡単にできる蒸し料理を教えてもらいます。今日のちゃちゃっと一品はナスと豚バラ肉のせいろ蒸し。材料は皮をむいたナスと豚バラ肉、そして生姜の千切り、ナンプラー、砂糖、ごま油を合わせたタレを加え、絞ったライムの果汁を加えます。レモンで代用しても OK。 味が馴染むようにしっかり混ぜて、ナス、豚バラ、ナス、豚バラと交互に積み上げます。あとはおよそ5分蒸すだけ。割れながら美味しいですね。プラス一品ですね、家のおつまみとかでもいいですし、おかずがちょっと足りない時とか作っていただけたらなと思います。今回学ばせていただいたのは清澄白河の O2。 上野食堂に掲げるメニューがまた一つ加わりました。香りと甘みがふわりと立つトウモロコシのシューマイ。今日のレシピはこちらです。詳しい作り方は上野食堂の番組ホームページで公開中。紹介したレシピで作った料理の写真を投稿してください。番組で紹介させていただきます。